この動画では、大学と大学院の違いについて説明します。大学について説明します。大学は普通4年間通います。医学部や薬学部など6年間の学部もありますが、基本的には4年間です。大学を卒業すると、学士という学位がもらえます。これは世界のどこでも通用します。 大学を受験するには、高校卒業以上の学歴が必要です。基本的には、高校卒業までに12年間勉強していることが求められるので、12年未満の人は先生に相談してください。大学では、自分の学部・学科の専門分野のことだけではなく、いろいろな授業を受けることができ、広く知識を学ぶことができます。 ですから、卒業後は自分の専門分野はもちろん、それを中心にいろいろな仕事に就くチャンスがあります。大学院について説明します。大学院は2年間の修士課程と3年間の博士課程がありますが、ここでは修士課程について話します。大学院の修士課程を修了すると、 修士という学位がもらえます。博士課程に進むには、この修士が必要です。また、修士課程のことを、博士前期課程と呼ぶ大学もあります。大学院を受験するには、基本的に学士を持っていること、つまり、4年生の大学を卒業していることが求められます。この時に大事なのは、基本的に、 大学の学部と同じ学問分野でなければ、修士課程の入学試験は受けられないということです。大学と違う分野での進学を希望する場合、まず研究生になり、学部レベルの勉強をしてから修士課程の入学試験を受けることが多いです。また、自分が受けられるかどうかをチェックする個別資格審査というものもあります。これは 入学試験の出願よりかなり前に行われることが多いので、予定を確認し、計画を立てて準備することが必要です。大学院は、先生の話を聞く授業もありますが、基本的に自分が決めたテーマについて、先生に指導してもらいながら、自分で研究を進めていくところです。卒業した後は、 その専門性を生かした仕事を中心にいろいろな仕事に就くことができます。また研究者や大学の先生になるためには大学院を卒業していることが必要です。大学に入るためには JLPT の N2EJU の日本語250点以上ぐらいの日本語力が必要です。テストとして EJU が必要な大学は多いです。日本語の他にどんな科目が必要かは、大学や学部によって違いますから、よく調べましょう。また、EJU の他に大学独自のテストをするところも多いです。大学によっては、TOFL、e、や IELTS など、英語の試験のスコアを求めるところもあります。そして、 最後にとても大切なのは、面接試験です。最近は筆記テストの点数だけではなく面接試験を重視する大学が多くなってきましたきちんと日本語でコミュニケーションできる力をつけておくことが大切です大学院に入るためには JLPT ・ J N2 から N1 の日本語力が必要ですが、分野によっては英語力があれば日本語力はそれほど高くなくてもいいところもあります。テストとしては専門分野に関する筆記試験や高等試験、面接などがあります。しかし、テストの前に最も重要なのが研究計画です。研究のテーマは何か、何のために研究するのか、 どうやって研究するのかといった研究計画を書いて説明できるようにする必要があります。ですから大学院を希望する人は自分が何を研究するのかということをしっかり考える必要があります。ここに書かれている学費は日本人の学生が1年目に払う学費の平均です。この金額には 入学金が含まれているので2年目以降は少し安くなります私立大学は大学、学部、学科によって学費が違いますまた、留学生は日本人より少し安くなることがあるので条件などをよく調べるようにしましょうここに書かれている学費は 日本人の学生が1年目に払う学費の平均です。この金額には入学金が含まれているので、2年目以降は少し安くなります。私立大学は、大学や専門によって学費が違います。また、留学生は日本人より少し安くなることがあるので、条件などをよく調べるようにしましょう。 大学と大学院の違いですが、大学は専門を中心に幅広くいろいろなことを勉強できるのに対し、大学院は大学で学んだ専門分野についてより深く研究をするという違いがあります。大学院は大学よりレベルの高いことを先生から習うところではありません。研究するテーマがなければ受験できません。